ダマセノンは、化学式 C13H18O で表される、ケトンの一種。ダマスコンに似た構造を持つ。二重結合の位置や、肝能元の種類によりアルファ体、ベータ体、ガンマ体の異性体が知られている。ダマスコンやヨノンと共にローズケトンとも呼ばれ、ベータダマセノンは、バラやコーヒーの主要な後期成分の一つである。低濃度でも効果があり、高量原料として利用される。 バラの精油に含まれ、カロテノイドの分解によっても生じるが、工業的には、核ダマセノン異性体に対応する1カルバルでヒド、化合物から合成される。ファルネシルにリン酸とイソペンテニルにリン酸が反応して、ゲラニルゲラニルにリン酸が生成後、GGPP2 分子の縮合、フィトエン合成酵素やフィトエン脱放和酵素による一連の反応を経て、ゼータカロテンが生成する。 次に、ゼータカロテンデサチュラーゼの一連の作用により、リコピンが生成し、リコピンベータサイクラーゼによって二階感化されることで、ベータカロテンに至る。その後、ベータカロテンは主樹の酸化酵素により、ビオラキサンチンへと変換され、ネオキサンチン合成酵素により、ベータダマセノンの主な、線具体である、ネオキサンチンが生成される。次に、ネオキサンチンが、酸化的に切断されて、 グラスホッパーケトンが生成し、還元反応を経て、アレントリオールに変換される。さらに2回の脱水反応によりアセチレンジオール、またはアレンジオールを経由して、ベータダマセノンが生成する。なお、アセチレンジオールから、ベータダマセノンが生成する反応機構は、マイアーシュスター転移として知られている。ダマセノンは、ワインや芋焼酎に含まれ、甘く、 フルーティーな香りに寄与していることが報告されている。これらに含まれるダマセノンは原料であるブドウやサツマイモに含まれる配当体系線具体に由来することが判明している。ありがとうございます。